玄関のシュークローゼットダーリンが帰ってくる前に全部出したいと思います。リアル、こっちは私のところ。何が起きた結構は100感してるけど、私の靴は全部合わせたら17。そんなにあったっけ。ダーリンの1、2、3、4、5、6、7個、7個この中に果たして捨てるものあるでしょうか。思い出したって運動の靴、こういうのもよ、中に入ってたの、あの靴箱の中に、うん、これプラス今日革靴買い替えるから全部で4足残します。こちらは処分するそうです。去年3足ぐらい捨てたよね、わかる？3足か4足ぐらい、うん、これも古いから買い替える。うん、プラマイゼロってある。1つ減らしたら1つ買ってもいい。だから、だいたい一定の量をキープするわけ。履いてたらそんなにバレないと思うんですけど、結構古いので捨てようかな。が新しく買ってきた靴を全部合わせてこんな感じになりました。全部で9足処分しました。残すファイル捨てるんじゃないでしょ、実家行けちゃう。これは捨てるやつ、これはやっぱ取っとくので捨てます、うん、こんなにいらない、いらない。これが実家、うん、これ捨てるやつ、これリサイクル、イエーイできた。これ捨てる、これももう壊れ、たまたま壊れた。これどうする、かわいいけどね。思い出は心の中に留めておいて、実際に使わないものは捨てても大丈夫だと思います。捨てる前に写真を撮るのも一つの手かも。素敵な思い出は物がなくてもきっと心の中にずっと残っていますよ。 Thank you so much for watching. Bye. If you want to achieve your goal, don't just sit around hoping for something to happen. Take action.